今日はですね、ここにあるようにデータベース生物学というタイトルで話をしようと思ってるんです。で、多分この言葉は聞いたことないんじゃないかと思うんですが、まあ、データベースって言葉も非常にありふれてるし、生物学って言葉も非常にありふれてるのであれなんですが、でもこの2つくっつけると多分あんまり見たことがない言葉かなと思ってます。で、これは勝手に私がこういう名前をつけてるからなんです。それで、この後このどういう趣旨でこのデータベース生物学と言ってるのかという話を、しますけれども、最初にそこに見えると思いますが、私の所属が書いてあって3つあるんですね。で、真ん中が東大ですけど、それ以外は情報システム研究機構というところのライフサイエンス統合データベースセンターですところと、三島の、遺伝学研究所、こういう3つの今所属です。なんでわざわざこんなこと書いてるかということなんですけども、それは別に私はこれ3つ兼務してるから偉いということで申し上げたいんじゃなくて、要するにデータベースが後からお話するように非常に重要なんだけど、それを結構その大学の法人化って、まあ皆さんあんまり関心ないかもしれませんけど、そういうことが起きてから、そのいろんな組織の中で、いろんな知財とかデータベースとかデータとか知識とかそういうものを囲い込もうという動きがあって、それでそういうものをうまく外に出させるためには、いろんなことを兼務しないといけないと、まあ、そういう事情があってこの3つぐらいを兼務しているわけです。それで、具体的にじゃあ今日の話に入ってきますけども、今日は2つのパートからできてまして、私がそのデータベース生物学っていう話をします。で、これはまあ与太話というか概念的観念的な話で、あんまり多分役に立つ話にならないんですが、その後後半はですね、私のおりますライフサイエンス統合データベースセンターの、研究員の川野さんからですね、データベースの具体的な利用法を喋ってもらう、これはデモンストレーションしながらということで、前半は役に立たない話、後半は役に立つ、多分役に立つという話をしようというふうに思っています。それで、じゃあもう時間もだいぶ来たので急いで話を始めますが、この講義はグローバル COE のゲノム情報ビッグバンから読み解く生命圏という、そのプロジェクトの中の、その講義、特別講義になってるんですが、で、まあ、その流れとしてどういうようなストーリーが考えられるかっていうと、その新型シークエンサーが出てきて、ゲノムの配列が簡単に決められるようになったと、それである種のこうビッグバンと呼べるような、状況が起きていると。このビッグバンって言ってるのはそのデータゲノム研究がスタートするって意味ではなくて、その情報が爆発するという意味での、まあ、ビッグバンですけれども、それが起きていると。そうするとこれはゲノムの配列決めるだけじゃなくて、いろんな発現を調べたりエピゲノムを調べたりとかですね、いろんなことに使えますので、そのゲノム情報をはじめとした生命情報の爆発が起こると。そうするとデータが大量になるから、データベースとかバイオインフォマティクスとか、計算機を使って解析するということが重要になるという話なんです。それで、だからデータベースが重要で、それをこうベースにした生物学という話になるんですけども、今日話したいことはこういう話じゃ実はないんです。こういうまあ表面的なというか誰でも言うような話の展開というのは一つあるんですけども、そうではなくて、そのデータベース生物学というのはもう少し違う意味で使ってます。で、何々生物学っていうのがいろいろあって、情報生物学とか、分子生物学とか、システム生物学とかですね、いろいろありますけども、分子生物学っていうのはまあ分子の視点で生命生物を見ようとかですね、あるいは分子のレベルで生物を解き明かそうとかいう話ですね。システム生物学っていうと、生命が持ってるシステムを解き明かそうとか、あるいはシステムという観点で生命体を見ようとかですね、そういう話になります。で、データベース生物学っていうのはそれと似てるといえば似てるんですけども、データベースの視点で生物学を眺めましょうと、これは生物学を、データベースとして捉えましょうと、まあ、そんなような話なんですけど、この、意味を少し先に
話しますと、まずここで言うあのデータベースっていうのはあのいわゆるそのコンピューターサイエンスでいう厳密な意味でデータベースという定義ではなくて、一般に、いろんなデータが、集まったもの、少し整理して集められたものという、あまりその、そのきちんとした定義ではなくて広い意味で使っています。でここではそのいわゆるそのゲノムのデータとかタンパクのデータというだけではなくて、発現とか相互作用とか極材とかエピゲノムをはじめ、パスウェイだ、ファンクションだ、文献だ、特許だ、なんとかっていうもの、また別の見方で言うと数値とかテキストとか画像とか、あるいは動画というようなこともありますし、図表ということもあるし、時系列で見る、でこういうものを全部含めて、まあデータベースというふうに呼んでます。ですからそのデータだけではなくて、もう少し広い意味での知識とか実験手法とか実験のプロトコルとか、まあ、そういうことも含んでデータベースというふうに言っています。でこういうふうに眺めてくるとですね、データベースって皆さんも分かっているように、生命研究のインフラストラクチャー、欠かせないものだというのは、あのこの講義を聞いている人にとってはまあ当たり前の話なんですが、私が言いたいことはそれだけではなくて、これだったら何度も言うようにデータベースが大事だね、大量のデータが出てくるからそれを整理して、研究することが大事だねっていう話にしかならないんだけど、私はもう少し一歩踏み込んでよく考えると、その生命研究の目的っていうのは実はデータベースを作ることにあるんではないかと。生命研究のゴールは何ですかという、まあもちろん医療とかそういうその応用面はあるんですけども、基礎研究としての生命研究の目的って何かって考えると、誤解を恐れずに言うとデータベース作りだろうというふうに思うわけです。例えばそのゲノムプロジェクトってありますけども、これは遺伝子のカタログを作るということですね。でそれをまあデータベースに入れるというのがゲノムプロジェクトですから、ゲノムプロジェクトの目的っていうのはデータベース作りです。それからオントロジーっていうの、これも皆さん聞いたことあると思いますが、いわゆるそのゲノムがある種の構造のカタログ、部品のカタログに対して、オントロジーっていうのはある種のファンクションのカタログになるわけです。でそういう意味でこのオントロジーを作っていく、オントロジーを整理するっていうのもある種のこのファンクションのカタログ化を進めてるということで、データベースを作ってるわけです。でこういう大きなプロジェクト、それぞれがデータベース作りというのは、まあ皆さん分かると思います。でもよくよく考えてみると、皆さんが日々実験をして何かのデータを出してるっていうのはデータベースの一つのエントリー、一つのレコードを、まあ、作ってるってことになりますし、そのシステム生物学と呼ばれているものも、もう少しその個々の遺伝子ではなくて遺伝子の関係性みたいなものを捉えていくわけですけども、それもある種の、複雑なデータ構造はしているわけです。あるいはそのデータというより知識といった方がいいかもしれないんですけど、それでもやっぱりそれの目的っていうのはそのデータベース作りだというふうに捉えることができる。でそれを一つ一つその、一個一個のデータを書いていくか、ある種の数式みたいなものでその振る舞いを、書くにしろですね、それはちょっと難しい言葉ですけども、外延的エクステンションとして書くか、その内包的に書くかの違いだけであって、よく考えてみると全部を抽象化してみると、その生命科学で今行われていることは基本的にデータベース作りだというふうに、まあ、思うわけです。それで、まあ、そんなこと言ったってそれは単に言葉の言い換えじゃないかというふうに皆さん思うかもしれません。単に、何とかは何とかだって言ったからといってその、研究が進歩するわけでもないというふうに思うかもしれませんけども、実はそういうふうなもので物事を見るとだいぶ世の中が変わってくる、あるいはその研究のスタイルが変わってくるということが言えるわけです。でもう一度先ほどの話を整理すると、データベースっていうのは生命研究のインフラでありフロンティア、ゴールという視点があるんですね。でデータベースという視点で生命研究を捉えると、まあ、俯瞰的統一的に眺めることによって、これからどういう研究が大事なのか、今どこのデータが足りないんだ、どういうことが分かってないんだということが分かる。今でも もちろん、研究している人はそれなりに分かっているわけですけども、全体像が生命科学の全体像というのはなかなか把握できないので、ほんの自分の狭い分野のことは分かっているかもしれないけども、それ以外のことがよく分かる。で2つ目は重要なことは、データや知識の再利用が可能になるっていうわけです。これもまあいい加減なデータベースを作ってたら必ずしも可能にならないわけですけども、いいデータベース、みんなが使えるような標準的なデータベースであれば、他人のデータを利用できるわけですから、自分の研究がよりやりやすくなるはずなんですね。
その典型的な例がゲノムの、例えばヒトゲノムのデータなわけですね。そういうものがあるから皆さんの研究というのは非常に、そのデータを使って可能になっているわけですけれども、そういうようなことが可能になるというわけです。ただ発現データとかもっと違うなんか相互作用のデータだと、これはあまりその規格化標準化されてないので、なかなか再利用が難しい面があって、もう一度取り直すということになっている。でそれはそれで問題なんだけど、でもちゃんとした、その意味を付与してちゃんとした規格化をしてデータを格納しておけば、発現データであれ相互作用であれ何であれ他人のものが利用可能で、こういうことが可能になると、そこにあるように、積み上がっていくってちょっと言葉がいいかどうか分かりませんけども、科学になるというふうに思っているわけです。今極論すれば、発現データでも他人の発現データを使って研究するというか、なかなか行われていないので、もう一度自分で取り直すということを皆さんやっている。そうすると非常にまあ無駄というのか、もう一度スクラッチからデータを取るみたいなことがいっぱい現実に起こっているわけです。それから、データベースを中心に考えると、そのデータベースにちゃんとしたものが入っているとすると、新しく取れたデータがその今まで取られたデータベースのデータと整合しているものかどうかとかですね、いうことも分かりますので、検証可能になってくるということです。でこういうことができると効率化が図られるというわけです。で、そうすると、その今だと論文を書いて、その論文を補強するためにデータを少し出して論文に載せたり、それから、そのデータベースに出たりするわけですけども、生命科学というものを、生命研究というものをデータベース作ることが目的だというふうに考えれば、論文書くということは二次的なことであって、データベースを作るということが目的になれば、だいぶ意識も変わってきて、その研究のスタイルが変わると。そうすると成果発表の仕方も変わるし、評価の仕方も変わると。で最後に書いてあるのは、今だと大きなそのシークエンサーとか高価なシークエンサーですね、それから大きな、 なんか質量分析とかそういうものを持ってない と、研究できない、ビッグラボにならないと研究できないわけですけども、そういうものがなくてもいい、データベースの上だけで研究できるということになれば、皆さんその、その資金もない部下もいなくても研究ができるようになる、そういうような時代に、間もなくなろうとしているんだと思います。ただ残念ながら、まだまだ、ここに書いたこととは違うような意識で研究しているので、もう一度皆さんデータベースは少しは使うかもしれないけど、なんとなく自分で実験データを出し、そこで、なんていうか、まあしょうもない論文を書いてということで、本当はその論文にする価値がないってのはちょっと言い方悪いですけども、単にデータベースの一つのレコードを付け足しているだけに過ぎないのに、それがあたかも何か価値のあるかのもとく言わざるを得ないという状況が変わってくるだろうというふうに思うわけです。でそういう意味でこのデータベースという視点で生命研究を捉えるっていうのは、私はその非常にその単に効率化が図られるとかいうことだけではなくて、全然研究の捉え方、評価の仕方が変わってくるだろうというわけです。でもう一つ重要なことは、ここ最後に言いますけれども、そのデータベースを作るっていうのは、非常に高度に知的な作業だっていうことです。なんとなく、データベースっていうのはシークエンサーなり、測定装置から出てくるものを右から左に計算機に移し替えるだけというような作業に思ってるかもしれませんが、これはこの後話しますけど、そういうことではないという話をしますけれども、そうじゃないわけです。でそうするとよく考えてみると、生命研究そのものだということがまあ言えるわけです。でただそこのところが皆さんきちんと理解されてないので、今はその評価も、いいデータベース作るよりは、しょうもない論文でも論文1本書いた方がいいということになっているわけです。それをなんとか変えないと生物学というのはうまく進まないだろうというふうに思っているわけです。さて私の言いたいことはもうこれで全部終わったので、あとはやめてもいいくらいなんだけども、少しだけせっかくスライドを何枚か用意してきたので話を少しだけ進めていきます。さてそれで、じゃあデータベースっていうのはどんなものなのか、どういうふうに発展してきて今後どういう方向に行くのかということを少し眺めて、今言った私の言ってることが正しいか正しくないかってことをその考えてもらいたいです。で、データベースの歴史を、このライフサイエンスの分野の歴史をざっとまとめました。これ一つ一つ読み上げていると、すぐに10分20分経ってしまいますので、まあ
ざっと眺めるだけにいたしますけれども、古くはですね、今から100年以上前ですね、1800年代に、米国で、そこにあるようなものがですね、作られたわけです。で、その後だいぶ時代が下りまして、これもやはり医学文献、これのは全部計算機上じゃなくて紙のものですけども、医学文献のための何かある種のデータベースが作られる。それから、1964年に今のその皆さんが使っているパブメドの前身になるようなものが、米国国立医学図書館 NLM で、作られたわけです。それからあとその人の遺伝病に関しては MIM っていうのが作られます。でそれらが発展して、OMIM になり、それから今言ったメドラスっていうのが発展して1970年に、メドラインっていうものができるわけです。でタンパクの構造が1971年にやっぱり、米国で作られています。それから1980年に今のそのジェンバンクだ DDBJ と呼んでる、ゲノムの配列のデータベースができます。これはヨーロッパですね。それから1982年に、米国のロスアラモス研究所でジェンバンクが作られて、1986年に今私も言いますけど DDBJ っていうのが作られて、この EMBL バンクとジェンバンクと DDBJ っていうのが三極構造ということを、形成、三極の構造を形成してデータを相互にやり取り交換をしているというわけです。で1988年にこれも皆さんよく知っている NCBI っていうのが作られて、この米国のロスアラモス研究所にあったジェンバンクがこちらのところに来るわけです。でロスアラモス研究所はNIH の下ではなくて、エネルギー省の DOE の下なので、だいぶ日本でいう と、経産省から厚労省にそのデータベースが移ったような感じです。で日本でもそういう省から移るって、省をまたいでいろいろするっていうのは大変ですけども、アメリカでもいろんなそのバトルがあって、その結果としてNIH の下に NCBI ができる。で1992年にその、ヨーロッパの分子生物学研究所のそのブランチ EBI っていうのが、できると。で日本ですと、91年に今その白金にも聞いてると思うんですけども、東大の医科研にヒトゲノム解析センターってのができた。それから2001年に京大のバイオインフォマティクセンターができた。2007年に今私がありますデータベースセンター for life science でデータベースセンターっていうのができた。こんなような状況になっているわけです。で、これから少しそのデータベースだけの話をするとちょっと分かりづらいと思うので、バイオインフォマティクス、あるいはゲノム研究、大きくゲノム研究と呼ばれているものとの関係で少し見ていこうと思いますが、まずここでバイオインフォマティクスとデータベースの関係というのはどういうふうになっているかというと、もちろんバイオインフォマティクスの中の一つの学問分野がデータベースをどう作るかということになるんですけども、逆に言うと、データベースの視点から見ると、今バイオインフォマティクスで行われていることというのは大きく分けると2つに分けることができます。一つはデータベースを作るということですね。それを2つ目は、データベースからの知識をどうやって発見するかということです。例えば遺伝子予測、遺伝子発見なり、例えばタンパク質のコーディングリージョンを予測するなんていうのがありますけども、あれも、データベースと一見何も関係ないですけど、実はそのああいうプログラムを作るときにはもともとその、正解例と遺伝子のところと遺伝子じゃないところのデータをいっぱい集めてきて、その中からいろいろ学習させるわけですね。ですからそういう意味では最初に何かデータベースがあって、そこから規則性を見出して、例えば遺伝子っていうのはどういうその特徴を持っているのか、遺伝子配列というのはどういう特徴を持っているのかっていうのを知識発見をして、それを使って予測するっていうことですから、そういう意味ではいわゆるそのバイオインフォマティクスのいろんな活動っていうのもこのデータベースを作るってことと、データベースからいかにその規則性知識を発見するかという観点になります。でこの、観点で少し、ここ20年ぐらいの動きを眺めてみます。でここで BI と書いてるのはバイオインフォマティクスで、 DB というのはデータベースですね。1990年代ぐらいはちょうどゲノムプロジェクトが始まった頃ですけれども、これは基本的にバイオインフォマティクスのテーマというのはゲノムとかアミノ酸配列から構造や機能を予測するということで、その最も特徴なのがホモロジー検索とか、そのためのアライメントと呼ばれるんですね。それから今申し上げたように遺伝子領域を予測するとか、
あるいはアミノ酸からタンパク質の二次構造、三次構造を作る、こういうのが研究のまあテーマだったんです。でこれに必要なそのデータベースという意味では基盤的データベースと呼ばれているのがジェンバンク、DDBJ、PDB、スイスプロット、GDB あたりが、まあ、これ1980年代からできているものが大部分ですけども、いくつかは1990年代ぐらいから発展し始めたと。でこういう基盤的データベースをどう作るかということが中心でした。ただ一方でこのデータベースを使い始めるとすぐにいろんな問題が出てくるということで、その問題がをどう解決するかということが、議論されてきたわけです。でその具体的な内容というのはそこに簡単にまとめてますけども、いろんなデータベースがバラバラに管理されていて、複数のデータベースにまたがった検索が難しいだとか、それからデータの格納単位っていうのも、これは今日詳しく説明しませんけども、例えばジェンバンクとか、いうようなその拡散 DNA の, そのデータベースなんかも、データベースになぜあれだけ収めるかっていうと、論文をサブミットするときにデータベースに収めて、そこからある番号をもらわないと論文が投稿できないというようなルールを、まあ、出版社が作ったので、当然皆さん別に入れたくないかもしれないけどデータベースに入れたというわけです。ということはデータベースに入れるときは当然論文を書く単位でデータをまあ出しているわけですから、割と文献単位が中心です。それから、まあ、精度とか信頼度の違うデータがいろいろある。でこういうことがいくつか問題になっていて、実際にデータベースを使い始めると、困ったなということが、まあ、1990年の前半ぐらいから言われてきました。でそれらを解決する、まあ、ここで言うと統合化とか再編成とかいくつか書いてますけども、そういうようなものをまあ作っていこうというような方向になってきます。でその時の、データの統合化っていうのは基本的にその、ゲノムという、まあ、染色体の物理的な、ものに、遺伝子みたいなものを貼り付けていくというような形の統合化です。で、こういう問題があって、少しその今日技術的な話は全くしませんけれども、90年代に入りましてバラバラだったものを少し、そのちょうどその当時、出てきたそのインターネットの技術ですね、 HTML とかそういうものを使って、今のウェブ技術みたいなものですね、そういうものを使って、データとデータの間にこうリンクが貼れますから、そういうもので、この分子とこの分子は同じものであるとか関係があるというようなことを、やろうという動きに出てきます。それからそういうような過程で、文献単位から遺伝子とかゲノム単位に整理しようとかですね、あるいはそのジェンバンクとか PDB とかそういうものは非常に大きなものは全ての生物の全てのデータが入ってますけど、そうではなくてある人なら人、マウスならマウスという個別のデータベースを作っていこうというような状況になってくるわけです。でそうすると非常に、まあ、その数年前から見ると格段に使いやすいデータベースが90年代の後半には続々と出てくるわけです。で例えばこれちょっと最近のもので、1990年代にこういうものができてきたわけじゃないですけども、例えばゲノムのブラウザアンサンブルみたいなものはですね、こんなふうに染色体レベルの、絵を描いて、そこにどういうような、情報が乗っかってるかという形で、データの整理統合化っていうのが行われてきたと。でこれはこれで一つの非常に、ありがたい姿なんですけども、まあでも、病気単位に見たいとか、それからその遺伝子単位に見たいとか、あるいはいろんな生物種を比較したいというときにはこういうものでは不十分で、もう少し違うまたデータベースが必要になってくるんです。で、それが、とにかくまあこういうようなものが出てきて、すごく使いやすくなってきました。でそれとともに、それまであまりデータベースを使ってなかった人もこういうものの便利さがよく分かるようになってきたということで、まあ、実用化って言葉がちょっとふさわしいとは思わないんですけど、むしろ実用的であると認識されてきたということだというふうに思います。ただ一方でそのいろんな遺伝子の機能っていうのは別にデータの統合化したからっていうのはどんどん分かるっていうものでもありませんから、その未知の遺伝子、未知の遺伝子がいっぱい、まあ、出てきてしまったんです。でそうすると皆さんご存知に発現データを取ろうであるとか相互作用データを取ろうであろうとかですね、そういう動きにどんどんこうなってくるわけです。それに伴ってその単にタンパクの構造とか、ゲノムの
配列だけではなくて新しいデータベースを作ろうという動きが出てくるんです。それから今度2000年の半ばぐらいになってきまして、シークエンサー以外にもですね、 DNA チップであるとかマイクロアレイであるとか、あるいはその Y2H みたいな相互作用を解析する技術であるとか RNA 干渉であるとかですね、いろんなさまざまな網羅的に系統的にデータを取れる技術が進歩してきまして、皆さんご存知のようにオミクス研究ということになるわけですね。でこういう流れになってくる。でデータベースもいろいろ使うと。でも、その中でバイオインフォマティクスをいろいろ駆使してもやっぱり機能がよくわからない、あるいはそのシステムがよくわからない、そのメカニズムがよくわからない遺伝子が多数出てくるわけです。そうするとそういうものを手がかりを得るためにですね、論文をもう一度過去の論文を探して、その遺伝子がその生物ではなくて別の生物で、調べられててもいいから何か見ていこうというようなことで、自分の研究テーマとは違うような分野の論文も見ていこうということになるわけです。そうすると、テキストマイニングとかですね、バイオ NLP っていうのはナチュラルランゲージプロセッシングですけども、そういうようなものを使って論文からいろんなデータを取り出してくる、あるいはそのそこにあるようにパスウェイとかですね、オントロジー、いわゆるその構造データだけではなくてファンクションのデータベースを開発しようと、あるいはそのための標準化をしようと、あるいはいくつもの遺伝子を同時に、まあ、見てその間の関係を見ようというシステム生物学、こういうものが、まあ、起こってくるわけです。でこれを、データベースという観点でもう一度今の流れをこう20年ぐらい15年ぐらいの流れを整理すると、もともとはゲノムの配列を決めるとかタンパクの立体構造を決めるということをやってきて、その構造データだけでは分からなかったので遺伝子発現だとか相互作用だとか極材を見ようと。でこれでもやっぱりよく分からないことがいっぱいあるので、まあ、パスウェイだとか変異だとか疾患だとか細胞機能とか、あるいはもう少しこう数理的な動的な振る舞いをするものを数理モデルで記述しようとかですね、そういう方向に、まあ、来たわけです。で先ほど話をしたようにですね、ゲノム配列とかタンパクの立体構造だったらなんとなくデータベースのそのまま右から左に入れればいいように思うんですけども、実はこの右側の方に書いたパスウェイとかですね、そういうようなものっていうのはなかなかうまく、計算の中に表現できない。逆に表現しようとすると何かを抽象化しないといけないわけですから、その細胞の中で何が起こっている、体の中で何が起こっているか、それを抽象化していろんなモデルを立て、あるいはそのいろんな表現を使って計算機の中に入れていくというわけです。でこういうような方向に、データベースというのが流れてきているわけです。そこにあるように構造から関係そして機能へというふうに流れていますし、もともとのその構造データですと何度も言うように、計測装置から出てきたものを、まあ、割と単純に登録すればよかったんですが、関係性になると後から少しお話しますけども、遺伝子発現というのは、まあ、簡単に書けそうなんですけども、実はその遺伝子発現というのはどういう、ところで測定したのか、どういうその装置を使って測定したのかによってデータが変わってきますから、そういう、まあ、メタデータと呼んでますけども、データがどういう由来であるとかどういう性質のものであるかということを記述しないといけなくて、そこがなかなか難しいから標準化ができる。だから人間の手がいろいろかかってくるんです。ましてやこのパスウェイとか疾患とかなると、いろいろ人間の解釈が入ってくるわけですから、なかなか難しくて、データベース作りも難しいと。でだから左からデータ登録型から知識を人間が考えて編集して入れるという方向にデータベースというのは来ている。もちろんこういう流れが来ているからといってゲノム配列が重要じゃないとか、このデータベースが重要じゃないというじゃないんですけれども、みんな重要なんですが、まあ、こういう流れに来ているといいます。で今言ったようにテキストマイニングみたいなものは、論文にこの例えばパスウェイのことであるとか細胞機能とかいろんなことが書かれてますから、それをなんとか計算機を使って論文を人間が読まなくても取れるようにしようという動きが、出てきます。この意味は2つあって、1つは論文の数がものすごく多いからということと、それからさっきも言いましたように自分とは違う専門外の分野の論文を読んで、そこから何か手がかりを得ないといけないという。なぜかというとゲノムデータ、ゲノム情報というのは生物横断的ですから、他の生物の情報あるいは自分と全然違う分野の生命現象 を見ようとしたときには、読めば済むって話じゃないわけです。専門用語もわからなければ遺伝その遺伝子名がどういうことなのかも直感的にわからない。ですからこういうものを計算機を使って、あるいは辞書を使って、取り出してやろうというのが出てくる。で先ほど少しオントロジーという話をしましたけど、もう一度だけ
簡単に説明しておきますと、もともとはその哲学用語なんですが、1970年代に、コンピューターサイエンスの分野で、人間の知的活動をなんとか計算機にさせようということで知識処理研究というのが行われますけれども、その中でオントロジーというのを使われていました。で、生命科学では1990年代の終わりぐらいから、そのファンクショナルジェノミクスといいましょうか、あるいはデータベースの統合といいましょうか、そういうことがいろいろ起きてきた中で、ここにあるような遺伝子名やタンパク質名も非常にいろんな表記法がある、あるいはいろんな別名がある、略語もあるというようなことで、これを統一しないとなかなかテキストマイニングもできなければ、ファンクションデータベースもできなければ、データベースの、重ね合わせもできないということです。だから、いろんなファンクションを表す用語、概念階層、あるいはもうちょっと言うと物理的なフォーマットですね、こういうものを整理しないと、いいデータベースが作れないし、データの整理ができないということになってきたんです。で、先ほどそのこの右側の一番右側のファンクションのデータベースっていうのはなかなか難しい話をしましたけれども、そのここにあるようにですね、計算機にどうやって表現していいかがまだよくわからないんです。先ほど言ったようにゲノムの配列とか遺伝子の配列っていうのは ATGC の並びで書けますし、タンパク質だと、まあ、アミノ酸の原子座標を書けばいいと。このあたりはそれなりに素直に何度も言うように計測データをそのまま計算機の中に入れればいいんですけども、その次のですね、分子間相互作用だとか遺伝子発現になってくると、これも単純な数値なり、あるいは二項関係で表せそうなんですけども、実はその遺伝子発現をどういう実験手法で、どういうチップを使って、どういう細胞を使って、どういうものを使ってということを書かないといけないわけですね。そうすると、そのでそういうデータを取得した文脈を書かないといけない。その文脈ってどうしても言葉で書かない。で、言葉っていうのはさっき言ったオントロジーみたいなもので、きちんとコントロールした言葉で書かないといけない。で、ここのところがうまくできてないものですから、先ほど言ったジェンバンクとか PDB っていうのは世界的にちゃんと確立した標準的データベースがあるんですけども、この2番目のところになってくると、それぞれはあるんだけど、まだ必ずしも世界統一ができてないというような状況になってくるわけです。で、もっと難しいのはその一番下の、機能とか表面型と呼んでいるもののデータベースです。先ほどその構造と関係と機能って話をしましたけど、ちょうどこれが対応してまして、一番上が構造で、2番目が関係性ですね。で、3番目が機能と呼んでいるところで、これらはパスウェイといったり、ネットワークといったり、フェノタイプといったりいろいろしますけども、それらはパスウェイ、この後パスウェイデータベースの話しますけど、パスウェイデータベースだったり画像だったり動画だったり、ある種の言葉で表現するんですね。で、概念とかその階層関係っていうのは、その言葉と言葉の階層関係、こういうのを、まあちょっとこれもう一度抽象化してオントロジーと呼んでますけども、まあ、そういうもので書かないといけない。あるいは動的な振る舞いだと、そのいろんな微分方程式とかそういうものを使って数理モデルを書くと。で、その数理モデルを解釈するシミュレーターっていうのをあることによって動的な振る舞いを記述しようと。で、この下の方っていうのはなかなか難しくて、まだまだ研究段階なんです。で、どうして研究段階かっていうと、実はその、パスウェイっていうのは、例えば一つ取ると人間の体の中で起こってる、細胞の中で起こってることを、人間解釈して入れるわけですからその人間の解釈ってことが入ってきて、それは まさしく生物学者の解釈なわけですね。で、そういうようなものが入ってくるので、なかなか難しいし、何を、切り捨てて、例えば細胞の中全部吸収しようなんてことは不可能だから、その中で大事なエッセンシャルだと思うのだけこう書き下すわけですねそういう意味でこういうもののデータベースを作ろうとすると、ちょっと失礼何が大事で何が大事じゃないのか、それをどう表現すれば、ちゃんと理解したことになるのかということになってくるので、最初にお話したようにデータベースを作ろうっていうのは非常に知的な活動になってくる、生命をどう捉えようかっていうことになってくるという、まあ、大げさに言うとそういうことになってくるわけです。で、今言ったその最後のところの難しさを少し説明すると、シグナル伝達っていうのは皆さんよくご存知だと思います。こういうようなポンチ絵がその論文の中に書かれています。で、これ見て、まあ、私はよく分かりませんけど、生物学者、この分野の専門家なら大体、まあ、分かると思うんですが、これ非常にまあいい加減に書いてるわけですね。この大きさが本当にこの合ってるのか、この矢印が何を意味してるのかわからないけど、でも生物学者が見るとなんとなくああこうだなという、専門家が見るとわかるんですね。
でこれ見て分かるように、さまざまな粒、もう大きいものから小さいものからさまざまな概念が書かれているわけです。で登場する役者といいましょうか、分子なんかもさまざまですし、相互作用もさまざま。でもそれをなんか矢印だったり線だったり、なんかこう複合体的な表現をしたりして、まあ、書いているというわけです。でこれは、なんていうかな、生物学者がこのその自分の背景知識を使ってこの中を補って、まあ、解釈してるんですね。だけどもこれを計算機に入れようとするとなかなか大変なわけです。でこれを計算機に入れようとすると、この一つ一つを丸みたいなものをどう何を、どういうふうに入れるのか、矢印をどう入れるのか、矢印の意味はどう違うのかってことを全部一つ一つ明らかにして入れないと、いけないわけです。そうすると、まあ、オントロジーって、まあ、広い意味で使ってますけども、統一的形式的な表記法が必要になってくる。で先ほどこういうふうな絵で描いてますけども、今度また別の論文見るとですね、こんなふうに描いてるわけですね。また違う、全然先ほどはもう少しこう、なんていうか具体的な感じで描いてます。今度はもうちょっとシンプルに描かれてるんですね。これよりもっとシンプルに描かれてる絵もあります。でこれもですね、見ればなんとなく専門家が見れば分かるんですけども、ここにはいろんな知識が埋め込まれてまして、例えばここが、G タンパクであるとかですね、マッケイのカスケードであるとか、スキャフォールド構造、こういうことが、見る人は見れば分かるんだけども、どこにも書いてないわけです。でこういうものを扱うためにはやっぱりこの中を解釈するような仕組みが必要になってきて、簡単にその生物のいろんな知識を計算機に入れればいいっていうけども、実はこんな面倒なことを全部、きちんとフォーマライズして入れないといけないわけです。あるいはその上で処理するようなプログラムを書かないといけないんです。で、これはまさに非常に知的な活動になるわけです。で、じゃあこういうようなパスウェイデータ、シグナルパスウェイに限らずですね、パスウェイデータベースがどれぐらいあるかってことなんですけども、これはパスガイドっていうホームページがあるんですけども、ここにちょっと見えにくいかもしれませんけども、一番上がプロテインプロテインインタラクションって書いてあって、その後メタボリックパスウェイ、その後シグナリングパスウェイって書いてある。でこれをクリックするとそのインタラクション、プロテインプロテインインタラクションのいろんな、まあ、データベースみたいなものが出てくるんです。でこの中で一つだけ先ほどシグナリングパスウェイの話をしましたので見せますと、こんなふうにいっぱい、これだけでもまだ下ずっとリストが続くんですけども、30、40の、データベースがあるわけです。でこれらはそれぞれ自分の書き方で、ま、こういうものは三角印を使って、これは丸印を使って、これは矢印を使って、これは赤い矢印を使うとかですね、そういうふうにそれぞれ決めてるんですけども、でその中では整理されてるんですけども、それぞれ作ったデータベースを重ね合わせをするとそれぞれ解釈が違うものですから、なかなかうまく、でこういうものを丹念に整理していかないといけない。でそうするとこのいくつかのデータベースに共通する構造は何か、シグナル伝達とはそもそも何なのかということまで、定義をしていかないといけない。シグナル伝達にはどういう、分子が関わっていて、分子というのは別に個々の分子という意味じゃないですけども、どういうものが関わって、どういう種類の分子が関わっていて、矢印にはどういうタイプのものがあってというようなことを全部、整理していかないといけない。リン酸がだとかなんとかだとかいろんなことを全部整理していかない。そうするとシグナル伝達パスウェイと呼んでいるもののデータベースを作ろうとすると、そもそもシグナル伝達とは何なのか、何種類のパターンがあるのかということを理解するということになってくるわけです。でそういうことがまさしくその生物研究、生命研究だというふうに言っている。今言ったこの30何種類あるんですけども、それぞれが皆さんいろいろ目指しているところがあって、見やすさだとか操作性だとかですね、複雑な知識が扱えるとか、いろんなそのネットワークの構造がうまく扱えるとかですね、いろんなタイプのものがあります。今日はこの中で、それ以上踏み込んで話をしませんけれども、私たちはちょっと作っているようなこういうデータベース、この両方をなんとか満足するようなものを作っていきたいと思っているわけです。さてそれでここまでがずっとここ数年のまでのデータベースの状況を追ってきましたけれども、ここまた 1,2 年で状況が変わってきているわけです。何かって、例えば今のパスウェイデータベース一つ取ってもあれだけ何十もあって、それらをどううまく整理していいかわからない、あるいは発言データも至るところに取られているけれども、その文脈を、そのデータ取得の文脈をきちんと書かれてないために、どれとどれが利用可能なのか、どれとどれを重ね合わせていいのか、どれとどれが比較可能かってことがなかなかまあ言えないわけです。そうするとですね、やはりその非常に安定したデータであるゲノムというようなものをですね、使ったらいいんじゃないかという動きにまたなってきて、でそれが新型シークエンサーが出てくることによってまた加速しているわけです。でこれは皆さんご存知の、そのゴールっていうデータベースの、エントリーですけれども、今の、オンゴーイングのものを含め7000ぐらいのゲノムプロジェクトが、まあ、動いているわけです。
でこの中から非常にまあ大量のデータが出てくるので、これから出てくるデータと先ほど言ったパスウェイのデータなり文献なりいろんなものを付き合わせていって、どうやってそれを整理し、その新しい知識を取り出すかってことがまあ非常に重要で、これだけのデータが出てるのになぜもっと言うと新たに実験データを積み上げていかないのかといけないのかと思うぐらいに、なんていうか皆さんこうデータを出しているわけです。でこのデータをなんとか整理をして積み上げていく、でそれが、生物学を進歩させるという観点に立てばデータベース作りっていうのは非常に大事だし、一方でその作業ではなくて非常に知的な活動だということです。で今のそのゲノム情報ビッグバンということで、いろんなデータの伸びを示してますけど、左上が先ほどから何度も出てくるジェンバンク DDBJ ですけども、大体今、1000億円期入ってますし1億エントリーあります。だから文献もですね、大体今左下ですけども2000万件ぐらいになってきて、1900万件とか2000万件ぐらいになってきて、ちょっと右側のことはちょっと今省略し、右側の説明は省略します。でこういう中で、ライフサイエンスにおいてそのデータ爆発とか知識爆発とかですね、データベースの爆発っていうのが起きています。で、まあ、データ爆発とか知識爆発ってのはなんとなく皆さん分かると思うんですけど、実はそれに伴ってデータベースも爆発してるわけです。ですから、まあ、勝手に言ってちょっと言い方悪いかもしれませんけど、皆さんそれぞれの思い思いでデータベースを作ってますから世界的にも1万ぐらい、日本でも500ぐらいのオーダーありますし、その解析ツールも2000ぐらい、そのためにまたオントロジーも、何百とあるというような状況で、これで本当にどうやってその研究を進めていけばいいのかということになってくるわけです。そうするとこれやっぱり少なくとも、データベース爆発を抑えてデータ爆発と知識爆発を吸収していくようないいデータベースを作っていかないと生命科学は進みませんし、それこそがまさにその生命科学を進めるということだろうというふうに思っているんです。で今の流れを加速するようにですね、これはあの内閣府の調査なんですけども、日本でビッグプロジェクトというものがこの4省庁で行われています。でいろんなプロジェクトがありまして、これはもう数年前から進めているもので、もう終わったものもいくつもありますけれども、年間3000億とか4000億というようなお金がつぎ込まれてデータが作られているわけ。もっと言うと研究費、生命科学の研究費って、ね、今どうなってるかっていう と、研究費は、まあ人件費ももちろん使われてますけども、人件費を除けばですね、基本的にデータに変わってるんです。もちろんその中にデータだけではなくて論文とか特許っていうのも一部ありますけども、ほとんどはその研究費の大部分っていうのはデータに変わってるんですね。研究費をもらってくると何かの材料を測定すると、で測定したものがいっぱい溜まってくるというわけです。またその測定することが重要だからといって研究費を稼ぐと、こういう流れになっているわけです。でも残念ながらこれらのデータベースっていうのは、この後お話しするように囲い込まれていて、みんなが簡単に使えるようになっています。で今言った話を少しまとめてみますと、いろんなその生命科学ではデータが重要、ゲノムプロジェクトをはじめデータが重要だということで、さまざまなデータを生み出す種々のプロジェクトが走っています。これ何千億円というお金かけて走っている。でそういう中で日本だけじゃなくて世界的にデータ爆発、知識爆発、データベース爆発が起こっていると。でこういうような中で、研究のスタイルがですね、まあ、これはきちんと説明しないと誤解を招いてしまうんですけど、仮説駆動型からデータ駆動型へと変わりつつあります。仮説駆動型っていうのは、研究者が論文を読んで頭の中で少しそれを知識を整理して、これはこうなってるんじゃないかなと思って何かの仮説を立て、その仮説を、巧妙に仮説を検証するために巧妙な何か小規模な実験を考えて、新たな知識を生み出していくという、これは非常にまあ重要なんですけども、一方でそれとは違ってデータ駆動、先にまあデータを集めてしまってそのデータの中から何か必要なものを探していこうという、まさにゲノムプロジェクトがそうで、これまでは、ヒトゲノムの中に遺伝子がいくつあるか、どういうものがあるかってことは分かってなかったわけですけども、先に全部ゲノムを決めて遺伝子を決めてしまって、その中に病気の遺伝子もあれば何か発生に関わる遺伝子もあればいろんなものがあるっていうことで、その中を探しに行くというわけですね。でこういう方向に変わってきてるわけです。でただこういうふうにデータ駆動型になればなるほどですね、
そのデータを持っているってことが非常に、なんていうか、いいことになりますね。例えばヒトゲノムのデータを仮に自分だけが持っているという仮定を置いてみてください。そうすると、その中にいろんながんの遺伝子もあれば、なんて言うんでしょうか老化に関する遺伝子もあればですね、全部あるわけで、それがもし10年も20年も自分が囲い込んでいることができれば、いろんな特許も取れるし、論文も書けるし、大金持ちになれるかもしれない、こういうわけですね。そうなるとデータ駆動型になったら、データをみんなでこう見せ合うってことが重要にもかかわらずですね、そうならないわけです。でそれが拍車をかけているのは、先ほど私が最初に言ったように大学なんかが法人化しているということで、各法人の中の利益を最大化しようと、あるいはそのバイドール法といいまして、その研究者が特許とかを書くと、それは研究者のものにしようというような、その研究者にインセンティブを与えようという法律ができる。でこういう中から、逆の流れになっている。データを出してみんなで見て研究しましょうというんじゃなくて、データを囲い込むということになっている。そうするとその分野の細分化とかデータの断片化とかいうことも起こっている。でも最も大事なことというか、生命科学でやるべきことは、いろんなさまざまなデータの中に潜む規則性ですね。例えばこの遺伝子のここの何番目の文字がこうなったらこういう病気になりますというのは、そのゲノムのデータと病気のデータの両方を付き合わせないといけないわけでして、そういう意味ではその囲い込まれてしまうと、いわゆる発見ができなくなるわけです。ですから、その今言ったデータの囲い込みとは逆の方向の大きな力が必要で、みんながそのデータを共有していこうというわけです。共有したら新たな発見が生まれるでしょうと。で共有っていうのは丸ごと見せるっていうことで、何が光ったら一つ答える。あなたのデータベースの中に何かこういうデータありますかって言ったら、いやありますとかないっていうだけでは、不十分。今のここで言う公開っていうのは、そういう狭い意味で使われることも多いの で共有っていう言葉を使ってますが、共有を図らないといけないというふうに、まあ思うわけです。でこれをどうやって進めていくかということが、まあ非常に重要だというふうに考えています。でじゃあ具体的に取り組むべき課題というのは何かということなんですけども、ここにあるように、まず今やりたいことはデータベースから新たな知識を発見して、そのためには、その下に行きますと、種々の種類、さまざまな種類のもの、さまざまなレベルのデータや知識を統合化しないといけない。そうしないと新しい発見というのは生まれません。じゃあそういうふうに統合するためには、データや知識の品質管理とか、そのデータがどこから生まれてきたものか、どういう筋のものかと、でそれどこから取られたものかということが分からないといけない。そうすると品質管理とか、トレーサビリティとかですね、いうことが必要ですし、データや知識のフォーマット、例えば遺伝子名、同じ遺伝子にもかかわらず遺伝子名が違っていると、その2つは同じものと認識されませんから。その最近問題になった粘菌の名寄せと同じで、違う名前としてデータベースに入ってしまっていると、その2つは関係ないと思われてしまいますから、そういうものをきちんと、規格化 しないといけない。あるいはそのデータにきちんと、そのデータがどういうものであるかということのメタデータというのをつけないといけない。あるいはもっと言うと、そのデータの囲い込みじゃなくて、みんなオープンにアクセスできるようにしましょう。こういうことを全部解決していかないと、先ほど私が述べたような、データベース生物学というのは実現できないし、そういうデータベース生物学が実現できなかったら、まあ、生命科学というのは見通しがものすごく悪くなって、なかなか先に進めないということになってくるわけです。でじゃあ、どういう具体的な技術が必要かという話は、今日はしませんけども、やはりいろんな皆さんご存知にバイオインフォマティクスでもさまざまなツールとかがいっぱい作られています。ただそれらは、発現データを解析するとか、ネットワークを解析するとか、スニップを解析するとか、皆さんバラバラなんですね。それをうまくこう、そのツールの、部品化と統合みたいなことを必要になってきます。だから、単にそのアルゴリズム的な処理だけではなくて、これまで分かっている膨大な生物学的知識と融合させるということが必要。じゃあ今後どういうことが必要かということで、一つの例として2つだけ挙げてますけども、一つはそのイメージングデータがいっぱいあるわけですから、こういうものをどう処理していくかっていう、画像とか動画の処理っていうのは一つの課題です。で2つ目は、先ほどのゲノム情報ビッグバンじゃありませんけど、非常にデータが大規模化してます。普通の計算機ではなかなかその検索もできないような状況に生まれつつあります。そういう意味ではビッグデータとか大規模ファイルっていうのは、これからその新世代
新型シークエンサーが出てきたという状況の中では、当然こういうことをこれから新しい技術を作っていかないと。すでにその、Google だとか Amazon だとか Yahoo だとかそういうのは非常に大規模なウェブページを扱う技術を持ってますから、例えばそういうようなものをうまく処理するような技術を導入して生命科学の大量のデータをハンドリングする技術というのを作っていかないと。これは先ほど言いましたけども、こういうようなところで下の方の技術っていうものの格納法、それから解析法っていうのが今言って、その中の一つだけ今画像データを取り上げましたけれども、そういうものを整理していかないといけない。質的にはこういうことで、量的には今言った何テラ何ペタというような大きさのデータを、サクサクと扱えるような技術というのを作っていかないといけない。もう一つ、その先ほどちょっと書きましたけども、この一番下ですね、取り組むべき課題の一番下で、いろんな技術を作ってもデータが囲い込まれて他のデータが扱えないと、それはもう宝の持ち腐れなので、いかにそのデータを皆さんが持ち寄って、その共有して使うかということですね。今のそのウェブなんかでも、皆さんがウェブページ囲い込んでほんの 2,3 人しか見せなかったら、こんなその便利な世の中になってないわけで、それと同じようなことを生命科学のデータに関しても行っていかないといけないわけです。でここに、書いてるのは、だからそういうデータの共有とか、もっと言うと公共財にするということをしないといけないわけですけども、その場合に2つありまして、1つは論文みたいなものですね。それともう一つはデータそのもので、ご存じのように文献はだいぶその、電子ジャーナル化され、お金を払えばですけども、だいぶその、フルペーパーも見れるようになって、でもそれだとまだ今そのお金払わないといけないんで、その出版社に非常に莫大なお金を払わないといけないってことに、例えば東京大学なんかすごいお金払ってますけども、それでは学問がなかなかうまく進められないということで、オープンアクセス化ということで、いろんなものを、文献を誰でも自由に見れるようにしましょうと、いうことがありますし、ちょっと今日はいろんな それぞれの動きを紹介できませんけども、例えばパブメドセントラルみたいなもので、国家版の機関アーカイブでも作ってるものもありますし、データに関してはその生データを全部アーカイブしておいて、それを誰でも見れるようにしましょう。でその代わり、そこから出た成果は、研究者や企業が自由に特許化したり、論文にしていいですよというような方向にできている。ただ残念ながら我が国ではそういう、なかなか明確な方針とか制度はありませんので、ようやく最近文科省のライフ化のプロジェクトで、公募要領にそのデータは私たちがいるようなデータベースセンターに出しなさいというようなことは、ようやく公募要領に書かれるようになってきましたけども、まだまだ難しい。でもう一つはその今言ったその、いろんな国家的な利益という話とか、それからあるいはそのヒトゲノムなんかですとプライバシーであるとか著作権であるとか、こういうものと、共有するという話をどうやってうまく折り合いをつけて、その利益の最大化を図るかということが、重要で、そのための制度作りがこれから求められている。残念ながら今はどちらかというと、そのデータ生産をした税金で生産したにもかかわらずそれを囲い込んでいるということが我が国で許されているということになるので、もう少しその、共有の方向に向かわないと、データベースが大事といっても絵に描いた餅に終わるということです。でこれが今言ったことを、もう少しこれ大久保さん、遺伝研の大久保先生からもらった絵ですけれども、左側がアメリカで右側が日本ですけども、アメリカですと税金で大型研究するとそれは政府の、データレポジトリに入って、これはナショナルアセッツということで明言されているわけですね。国の財産であると。でそれを、みんなが、そのいろんな自由にそのデータを眺めて、発明発見をするというわけです。その後の下流のところがバイドール法で、利益が研究者に来るようになっているんですけど、日本の場合はその大きなプロジェクトをやった人がデータを独占しているというような傾向が非常に強くて、誰もそれにアクセスできないというようなことが生まれている。でこれだとやはりそのうまくないんじゃないかなということで、なんとかこれを しなければ今言った今日私が申し上げたようなことがなかなか先に進まないといいます。でこういうような今その科学において、情報といいましょうか、知財を権利化するという話と共有化するという話の関係を、少し我が国にも整理しないといけないんですけど、そのためにはあの後で
デモしてくれると思いますが、統合 TV という中でいろんな私どもがやったようなシンポジウムの動画も講演録も残してますので、例えばこういうものを見ていただければ、今私がお話したようなことでどういうふうな議論があるのかということが見れると思います。これはクリエイティブコモンズの創始者であるローレンス・レッシグという人の講演ですけども、こういうものも例えば見てもらえれば、今言った、その自分が出しているデータの権利は自分のものなのか誰のものなのか、科学ってのどういうふうに進めていけばいいのかという話が少し、理解が深まるんじゃないかというふうに思っています。さてそれで、だいたい私の話がこれで終わりなんですけれども、だいぶ駆け足で話しましたけども、この後、その私たちがやっているデータベースセンターの、そのいろんなデータベースやツールの紹介をしますけども、その私が今いるデータベースセンターというのはどういうふうにできてきたか、どういうことを目的にしているかということを簡単に紹介して終わろうと思います。ここにあるようにですね、今まで話してきましたけども、データベースは、世界中で、何千何万とあります。日本だけでもいっぱいあります。でそれらがですね、いろいろなところにいろんなところでデータベースのサービスをしているので、利用法も分からなければ所在がどこにあるかもよく分からないし、これとこのデータベースの関係はどうなっているかもよく分からない、あるいはそのデータベースで書かれている知識なり説明がどの程度正しいのかもよく分からない、それから先ほど申し上げたように国家プロジェクトが何千億積み込まれているんだけど、自分の研究になかなか役に立てれるような形で成果公開がなされていないと、あるいはそのデータベースというのは、戦略なく作られている、まあ、研究者の興味のまま作られる、これはそれで重要なことなんですけども、作られていて、いろんなデータとデータを組み合わせて使いたいと思っても、それが組み合わせ可能なのかどうかもよくわからないという状況です。でこういう中で、その問題を解決していかないといけないというのが数年前から、議論になってきました。 国レベルで、これはもう皆さんに関心ないと思います。細かいことは言いませんけども、今から4、5年前ですね、4、5年前からいろいろ議論があって、文科省の中で、こういうデータベースをきちんと整備していきましょう、あるいは統合化しましょうという動きが出てきました。でそれで、一番下に書いてありますけども、今私があります、統合データベースセンターというのが19年4月に、できたわけです。今から、4年ほど前ですかにできたと。でちょっと右上の方に小さく書いてありますけども、内閣府の方でも、これデータベースというのは文科省だけが作ってるわけじゃなくて、経産省とか農水省とか厚労省もライフサイエンス関係の作ってますから、それをどう調整させるか連携させるかということで、内閣府がその温度を取って、他の3つの省庁とも連携してやりなさいということで調査研究を行っています。でこういうことでそのプロジェクトがスタートいたしまして、私ども進めています。で、我々がやろうとしたことは今言ったことの繰り返しになりますけども、データや知識を公共財化してその価値を最大化する、制約のない共有とか操作感の統一、知識発見を支援する、で生命研究のクオリティやその効率化に貢献する、だから、研究としてやるとまた自分の論文を書くことが目的になって、ちゃんとデータベース作りませんから、論文を書くためではなくてちゃんとサービスとしてデータベースを作ろうと。であと重要なことはですね、今最後にお話ししましたけども、技術面だけではなくてデータの権利関係がしっかりしないと、このデータを使って何か成果出てもその成果はちゃんと発表できるのかどうか、特許化できるのかということが分からないとなかなか安心して使えませんので、そういうことも整理しようと。それから、最後に書いてあることは、単に、実験データだけを扱っていても研究の効率化ってなかなか測れません。皆さんの仕事の大部分とは言いませんけど、何割かは論文を読んだりすることにも使われているわけですから、そういうようなもののうまく簡単にアクセスするようにする、先ほどのテキストマイニングなんかも一つのその例ですから、そういうこともすると、こういうことを目指してやってきました。で大体そのステップとしては、そこに書いてあるいろんな個々のデータベース、個々のプロジェクトがありますけども、それらがどこにあって、というようなカタログ化をするポータルサイトを作る、から使い方や使い分けの情報を整理する、でそういうものがはっきりしてきたら、統一的にあるいはシームレスにいくつものデータベースを簡単に検索、あるデータベースを検索した後また別のデータベースを検索するんではなくて、今の Google がいろんなウェブサイトを一気に検索しているのと同じようにですね、いろんなデータベースを、シームレスに検索するとかですね、
権利関係を整理するとか知識発見を支援するとかそういうようなことを目指してまして、そういうことから、新たなイノベーション知識発見データベース生物学、先ほどから言っているようなデータベース生物学の方向に持っていきたいと思っているんです。で、具体的に取り組んでいることはこういうことで、この後デモがありますので、雰囲気だけ見てもらえばいいんですけども、さまざまな取り組みをしています。データベースの、統合化っていうなんとなく、そのこの、ゲノムのデータとタンパクのデータを合わせればいいというふうに、思われがちです。そうではなくて、先ほどから何度も言う、非常に高度に知的な活動をしないとなかなか皆さんが使いやすいもの、あるいはその知識発見に使えるもの、あるいはその研究の効率化につながるようなことができませんので、こういうさまざまな取り組みをしています。で、今日パンフレット持ってきてるんですが、残念ながら、この会場に誰もいませんので、皆さんにお渡しできないんですけども、工学部本郷キャンパスのですね、浅野地区っていうのがありまして、根津駅に近いところです。この工学部12号館の5階に、このデータベースセンターが曲がりしてますので、関心があればそこに来てもらえればパンフレットをお渡ししますし、あるいは私にメールでもいただければお送りいたします。で、この後デモをいたします。で、これがホームページというかサービスのホームページでして、ライフサイエンス DBJP でもいいですし、あるいは統合データベースとググってもらえればこのサイトに簡単にたどり着けるんじゃないかというふうに思います。さて、まとめ、ますが、最初にお話したようにデータベースは研究のインフラであり、ゴールであり、研究のフロンティアであるわけです。データベースを見れば今研究がどこまで進んでいるのかなんてことが全部ある。で、生命研究においてはこのデータベースという視点が非常に重要です。なぜかっていう と、物理学とか化学のようにですね、割と簡単なルールで書き下せるようなものじゃありませんから、個々のそのエントリー、個々のデータを丹念に積み上げていくということが非常に重要なわけですから、そういう視点が重要です。で、もっと言うと、生命研究を何度も申し上げているように、データベースを作っていることなんだというふうに考えるのが一番統一的に考えやすいわけですし、で、それは何度も言うように、非常に高度に知的な作業で生命研究、さっき言ったシグナル伝達さんの代謝系とはどういうものなのかということを、その個々の代謝の一つ一つではなくて、それ全体像を眺めていくという意味では、生物特有なその情報の流れ、物質の流れ、物質の変換でどういうものかということを見るということに相当しますから、高度に知的な作業です。その枠組みを、データベースの入れ物を作ろうとすると、どういうようなものをどういうふうに入れないといけないのか、先ほどのシグナル伝達もそうですけども、入れないといけないかというのを考えることですから、自分が大事なものは何かということを考えるわけですから、知的な作業で、一方、先ほど書きましたように、知識発見のためのデータベースの技術というのは非常に不可欠でして、そのためには、知識やツールの統合が必要ですし、一つだけ例を挙げると、ビッグデータとかイメージデータの処理技術みたいなのがこれから必要ですし、もっと言うと、そのための制度とか風土とか評価方法を改革していかないといけないというわけです。で、最後にここに書いているように、なんとなく、日本人はその道を突き進むっていうのがいいとされているので、研究の道に入ったら研究、いわゆる研究をするという論文を書くというその従来のスタイルを守っていくのがいいと思ってますけど、実は何度も言うように、そういう研究ももちろん大事ですけども、データベースを作っていることっていうのも大きなその研究的な要素があり、そういうための研究者が必要で、もっと言うと、そのいわゆるその論文を書く研究よりもこちらの方が難しいと思ってるんですね。で、そちらの方がだから大事だというような文化も、大事だというかそちらの方が難しくてより知的な活動だということを、いろいろ理解してもらいたいと思いますし、そのためのデータベース作りの研究者が必要で、それを目指してくれる人がもっと増えてくると望んでいます。で、そのためにはやはりその今の論文だとかインパクトファクターだとかですね、そういうような評価方法ではなくて、きちんと何年にもたって論文を作っていくというようなことが評価されるような仕組みも作っていかないといけないなというふうに思っています。以上で私の話はここで終わります。